こんにちは、今日は、アコギで一人で弾き語りやります。今日使うアコギは、ヒストリーの NT-L3 っていうモデルです。これを使って今日は星野源さんのここにいないあなたへという曲をやりたいと思います。リクエストにいただいた曲です。原曲はピアノの、バッキング演奏になっている曲なんですけども、それを、アコギで弾き語りという形で、ちょっとチャレンジしてみました。ではどうぞ。でしょうか。今回はアコギ弾き語り一人でっていう感じだったので、まあ歌も下手くそ、演奏も下手くそではあったんですけども、このギターがいいギターなので、ものすごくニュアンスとかがすごくそのまんまストレートに出てくれるギターです。なので上手な人が弾けば、ものすごい最大限にこうダイナミクスを使ってかっこいい演奏ができるんですけども、僕の場合は下手くそなので、より一層荒が見えるという感じになってしまった感じですけども、原曲と、違う楽器で演奏してみるっていうのもすごく楽しいかなと思ってやってみたんですけども、ちょっとやってみたいなっていう人は、コードですね、コードのダイアグラムが出てたんだと思うので、何度も見ながら一緒に演奏してもらえればいいんじゃないかなと思います。今回の動画いいなと思った方がいらっしゃったら、ぜひ高評価お願いいたします。いいねを押しまくっていただければと思います。やってほしいなっていう曲とかがあったら、ぜひコメント欄の方に、書いていただければ参考にさせていただきます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回。